マルシオ・マカラオ・スタンボスキは、ブラジルの格闘家である。ブラジリアン柔術での八段を有しており、アメリカ合衆国北東部のブラジリアン柔術家の、うちでは最高の段位を有し、またホーウス・グレーシーの弟子の内黒帯を取得し、柔術スキルの高さで知られた、フェイマス・ファイブのうちの一人であった。1980年代のブラジルにおける、 最高レベルのブラジリアン柔術家のうちの一人と考えられており、またベラトル MMA のプロ格闘家であるね、イマングレーシー・スタンボスキの父でもある。1980年、スタンボスキはブラジル政府がモスクワオリンピック及びアメリカでのパンアメリカン競技大会に派遣する代表選手団の一員に選出された。スポンサーとの揉め事のために、 オリンピックへの選手団派遣はかなわなかったが、スタンボスキは1981年及び1985年のブラジル国内での大会でそれぞれ金メダルを獲得し、1985年にイスラエルで開催されたマカビア競技大会でも銅メダルを獲得した。ブラジリアン柔術の早々期においてスタンボスキはクローズドガード三角締め、 アキレス喧嘩ための戦術を改革したことで知られていた。総合格闘技において非常に巧妙な選手であったヒクソン・グレーシーからは現在ブラジリアン柔術の象徴的な技の一つとなっている三角締めを広めた初期の柔術家の一人として名前を挙げられている。スタンボスキは影響力の強いメンター及びコーチとして称賛されており世界チャンピオンのヘンゾ・グレーシーからは これまで見た中でも最も美しい柔術の一つを実践していると認められている。スタンボスキはグレーシー一族と密接な関係を維持し、ロブソン・グレーシーの娘のカーラ・グレーシーと結婚した。スタンボスキには息子のネーマンに加えデボラ・グレーシー・スタンボスキという娘がおり、デボラはグレーシー一族のうちで黒帯を獲得したただ2名の女性柔術家のうちの一人である。 スタンボスキーは2007年に、ブラジルからアメリカに転居し、コネチカット州、ノーウォークを本拠地として、グレーシースポーツ USA 及びチーム目から、BJJ を創設した。前田高生、カーロスグレーシー、エリオグレーシー、ホーウスグレーシー、マルシオスタンボスキー。ありがとうございます。